い、撮りますか。お願いします。お願いします。おはようございます、こんにちは、こんばんは。あ、奈良です。叫びシャツです。よろしくお願いします。お願いします。慣れないね、はい、慣れないし、そのうちやめるかもしれない ね、 ね、いやでもいいと思う。いいんじゃないですか、うん、最初ちょっと考えと、次考えましょう。次ね、いいやつね。そうだね、うん、徐々にって感じで。徐々にいきますか。トンプー戦、はい、成績見ますか。成績お願いします。トップラス、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 トップトップね。やだな、うん、ジャスト見てお前も。あらいマジ熱い人なのかなみたいな。もうちょっと褒めてよ。まあでも確かに、うん、ラスは8%です。だから 8回なんだね。8回だね。100回打って8回ラス引いてるってことですよね。そういうことですよ、ね。まあでも100回ぐらいはまだまだあれです、収束してないよ。そうですね、うん、さあどん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 上を目指していきませんか。そうですね、はい。でも仮にさ、うん、これがあと100回 2.50 で打ったとしてもさ、うん、いくつよ。でも 2.28 か、うん、違う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 、えマイナス4だからいくつになるの、うん、だからあれよ、マイナス4だから、あ 0.2 か、まあ、2.23 か、うん、2.23 ですよ。はい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 。なかなかでもすごい成績ですけれども、はい、これをね維持していくのが、そうですね、大事ですよ。今日もトップ目指して、はい、やっていきましょう。はい、トンプ戦、金の間。これいつ上の間に行けるの。いやだからあのジャンゴウになったら、うん、次がジャンゴウかいな。いや次あのね、あのほらジャンケツとかが 1,2,3、うん、ってレベルあるから、うん、今2だから次はとりあえず3目指して、そうそう、じゃんけつの3になって、その次じゃんごうの1になる。なるほど。上がっていけばね。上がっていきたい。落ちるもあるから。そっか。じゃあいい成績をね取り続けるっていうのが。そうそうそう。今からそうラスばっかりとか引いたら一瞬で落ちちゃうかも。かしこまりました。いきましょう。はい。最近は麻雀の調子はどうですか。ダメです。なんだやっぱ3人打ちと4人打ちってまた違う、切り替わる、その今もそうやけど。そうだね、まあそれは切り替わるよ、うん、それはすごいよね。でもこの間切り替わるって言いながらもさ、うん、普段関崎の3人打ちやってるんだけど、うん、なんだっけ、ねイースーソーのタンヤを、うんうん、仕掛けた。ちゃ相手が仕掛けてて、うん、ちょっと相手のこの町からこう外れてた。どういうこと。だからイースーソーのタンヤオっていうのは多分頭になかったんだよ。あースーソーが刺さって、うん、一瞬何に刺さったのかが分からなかった。あースーソー切ってロンって言われて役はってなったってこと。いやいや役というか、うん、え何待ちって思った。イースーソーです、ね、まあでもあのサブローキューマンであの、うん、テンパってたんだけど、どうせ止められなくはなかったねっていう。あそう、あカンチーピン入った。はい、ドラが E1 トンパツの上がり率すげえからね。そうっすね。まあどうせ上がるんだったらさ、うん、高くいった方がいいよね。高くいきたい。これの最高打点はまあ面単ピン一発もイーペーコ赤浦言うねすかね。やっぱりおヘッドできた。スチワンでマンスで2メンツでしょ、これもう切っときましょう。いいそう、うん、うん、いらないいらない。いやまあなんかあのスーピンでもよかったかなっていう。あこうなんかスーピン伸ばしてとか、うん、ちょっとバズらしいじゃん、うん、だったらダイレクトに3層引いてスーチワン引いたらテンパるでしょ、うん、なるほど。そうそう、このリャンシャン店でさ、いや結構スーピン引っ張りそう俺これ。いやなんか遅いじゃんスーピン引っ張ると。とはいえですよ。おーいいとこ引いた。うん、うん、これでも僕スーピン引っ張る可能性あったわ。先パーソー打つわ。うわぬるい遅い。うん、うん、仕掛けないからね。あ仕掛けないのか、面前面前強し面前でリーチ打ってチップ取りに行くっていう感じの人はそうなんだ。そうなんだ。ポンテンのリャンソーローアンのチーテンね。チーテン、うん、チーテンのさあリャンソーねえどこまで押すの。いやどこまでも押すよ。どこまでも今考えてるのはスーチーマン泣こうかどうしようかっていう。
上合わせる。うーん、リーチ、うわー来た。さあ2件リーチで、シャアぐらいは押すか。いやまあシャアは切るんだけど、うん、いやウーマンポンと、ウーマンポンしようか。スーチンマンチどうしようか。ウーマンポンするよ。うん、ウーマンポンしてスーチは、そう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 、まあ、チュングだね、行きましょうか。ウーワンカーンはやりすぎ。いやウーワンカーンはしないでしょう。なんですかこれ。地層、まあ、数字ですね、うん、これぐらいいきますよ。何引いてきておりのこれ。パーマンが通った。何待ちだろうね。待ちでしょう。3分まで通ってるしね、うん、ちょっとウーマン切れる範囲じゃないですねやっぱり。うわうわ、あ、ペンさん、ペンサーマンね。ペンサーマン、本当だ。うわ、久々にトンパツ上がれんかった。そうだね、トンパツ上がらない時もあるんですね。そうなんですよ。さあトン2曲、あ、ペーチャ、ペーチャ、これはポンです。これトンプ戦ってもう親番なくなった時のなんか、うん、あれはあるの、ある、親番がまだ残ってる残ってないの。どうなんだろうね。いやまああと何曲あるかとかさ、親番がどうとかより、うん、曲数か。そうそうそう、トンプー戦、まあトンナン戦もあと何曲、うん、残り3曲だからとか。はいはいはい、トンナン戦はね、トンバである程度手作ってさ、うん、マンガンとか作りに行くけどさ。だけどでも一番なんていうんだろう、これずっとさ、もう100回もこっちはさ横で見とるからね思うんやけど、うん、一番の違い俺分かったかもしれん。何？なんかね、一曲一曲毎回多分ね、僕とかは打ち方多分変わらないのよ。ああ、うん、でもなんていうんだろう、やっぱプロの人はその、うんうん、状況、自分の展望状況とか、はい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 、うん、その局面によって打ち方が変わるっていうのが大きく変わるっていうのが、確かに。きたー、おやり、ラス目のおやり来たよ。来たー、ラス目のおやり。これ行かないといけないね。これを、そうね、こういう押し引きのとこで、これちょっとやめてよ、キューピンね、第一打ドラでさ、うん、そんな第一打で固定はないよね、うん、788からとか、そうだね、899の固定とかってことでしょ。またうわ、ただただだ、リーチ発赤、うわあれはインパチ、これ先切ってたら日球で済んだのにさ、どうにか切れなかったのかな。切れないよな、これは、うん、やばいです。だって今の局面だってそうやけど、逆に僕だったらもう手仕舞いベタ折りとかってあるけど、その局面で行くっていう判断するやん。まあでもあの一番いらないのと、うん、今あの一番安全なのが初だったからね。確かに仕方ない、ここはもう泣かないっす。もう点数がこれだけ離れてしまうと最高、うん、もう打点組む、そうっすね、もう組むしかない。あと残り3局で1万8000点をまくりに行かないといけないから逆になんて言うんだろう、こういう状況になると、ならないと、うん、奈良淳のこのなんて言うんだろう、どっしりと構えた、そうだね、トンプー戦のさ、あ、もうちょっと泣くもん一個あったわ、マジでなんだと思う唯一一個だけ泣くのあった。どこ泣くのこれ、これどこ泣くの。ね、うん、赤ウーマン赤ウーマンだけは泣くわ。赤ウーマン泣くんや。赤ウーマン泣くでしょう。ウーマン泣いてどこ行くの。いやまあトンバックとおしごろの3色、まあ差し子になるかもしれないけど、最低でもあれよね、マンガンは組みたいね。そうそうそう、あー、ここは黒ウーピン、黒ウーピンですね。トン泣いて、うん、トン泣こうかな。いやー、なんかもったいない感じするけどね、もう面前で3色作りたい。そうっすよ、うーん、これはローワンを使う。あ、トン泣いてもさ、うん、トン3色赤か。そうそうそう、一応スーピンチーで3万スルーはどう。マジ、いや、あると思うよ、マジ。まあどっちかから直なら対面、うん、スーピンチー、うん、で3ワンのは上がらない、
トンだけで上がる。はい、はい、それでいきましょう。これはトンバックだ、うん、3番はあ、ちょっと待って、自動上がりになってる。3番は上がらない。上がろっかな。上がるあ、でもトーン現物だね、うん、いいんじゃない。さあ、トーンは山に浅いのか深いのか。はい、誰か早く発掘してください。あ、相撲12000か。まあ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 、まあ、でも遠目の1万8000点がさ、うん、これであの7400点縮まったからさ、うん、あといくら1万600点だね。早いね早いね早いんだよこれさ、この実際さ、このスピードがあればさこのアドバンテージでかいよね。実際そのプロのさ、リーグ戦とか行っとる時にさ、みんながさ、うん、それをさ試行しながらしばらくさ何巡ぐらいか進んどるやんか。いや、まあでも押したらいいんじゃない、うん、押したらいいけど、うん、だから僕あの展望違ったらすぐ気づくんだよ。あれずれてると思ってすぐ気づく。それ気づく、頭の中と違うからね。表示されるようなさ、タクで打ち出してからもうほんまにそんな全然使わん、あそこで。うんうん、うん、まあ得意なんだろうね。デジタルで表示されない麻雀タクでフリー経験者でしょ。昔、そう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 なんですよ。古い麻雀打ち、昭和の麻雀昭和はやってないけどさ、今の子らだって。そうだよね、意味わからないよね。フリーで、うん、フリーで展望出して生産してたっていう、うん、そうそう言ってたら染まりそうやん。染まりそうというか、うん、染めてるんすよ言ってたら。さあ、シャーホイツ赤一、赤ドラ、赤ドラ。いや、これでもあれか、うん、いやでも一緒だもん。ドラ引いてきてハネマンとか狙いたいね。うん、まあ一番いいのは、うん、まあ、自敗努力が重なって、うん、急走地位のイースー地位走、イースー跳ねまーす。で、ね、それあれだよね、スルーあるよね、積もったら一発で変わるし、2000、4000、うん、跳ねまんで上がりでも一発で変わるし、そうなるとスルーあるよね。ある。さあ、思惑通りいけるか。跳ねまん上がりたいよね、跳ねまん上がりたいよね。飛ばされた。まあでもスルーって言ったってどっから出たっていいのかね。うん、まあ、着順上がれ、上げに行く、うん、首切れるし、うん、トップ目から出たら他の人からだったら着アップだし、マンガンでも刺さるまで押します、うん、もう刺さってるのかと思ったドラ。チーソー無視されてますね。あ、チーです参戦。さあ、この自敗3つの選択は、うん、見えてる枚数、うん、そうそうそう、うん、急走下がったね、うん、急走下がってんじゃん、チチチチチ下がってんじゃん。ウーソーも下がる。うん、まあだから老朽層のくっつきシャンテンになってるよね。泣いてなかったら、うん、まあ泣くんだけどね、うん、うわうわ、トーン重なる。あ、やめて、カン急層、急層関係ないね。こっちみち急走で跳ねまんだからさ、うん、これはあ、ロンです。これはあ、すごい、これはおいおい、どうした跳ねまん、跳ねまん一撃で、あの2着、あ、2着じゃないや、うん、あ、そうか、そこと変わらないのか。さあ、いいオーラスを、そうですね、あの絶望的な宝珠から、ね、ダンラスから見せるね。はい、まあ、でもここまで来たらもうちょっと、うん、ちょっと3着はキープしたいですよね、やっぱり。トップはやっぱりさ、
3着キープしたいっすよね。ちなみに、あ、トップはトップな、マンガン作ろう。16残に16残にできる。あ、お、あ、でもダメだ、ここアシストしても2000点とかの可能性があるから。あ、アシスト。いやでもあのさ、うん、あのガンラスから、そう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 、まあまあまあ、これさ、ラス回避するだけでもすごいけどさ。そうでしょ、志はね、あの1万8000打った瞬間はさ、うん、あ、やったなってなってたじゃん。消化試合かみたいな。うん、うん、まあでもあれ染めに行ってよかったね。え、今さっきのやつ、まあまああれはさ、うん、やっぱ、まあ、ああいう展望状況やったから、ああいう、あ、もちろんもちろんもちろん、ね、それがでかいよね、一番ね。うん、さあ、ターツは足りている。これ次親なんだよね、1000点上がっても、うんうん、太めに20004000って言われたらラスなんだよね。次射入したこと、ああ、いや、何入したことのことを考えてる。いやいや、あれだ、うん、同点だった。2、3、4、5、6、7。うん、ただここ打点足りてなさそうなんだよね。うん、無視だね、とりあえず。そう、でも形にもなってきたね。うん、親は、うん、まあ、にうわ、来た、最悪の展開。最悪の展開。これでも8000は、お、3品、リアンシャンテン、うん、うん、何す、最悪の展開、ラスまであるやん。うん、濃厚。おお、どういきますか。いいシャンテン、いそういきますか。いそうした。まあこれぐらいはね、これぐらいはね。あ、酸素ローソーっていったね、これいたね。さあ、振ればラスまである。振ればラスですよ。あー、どうしよう、難しい。酸素は酸素にしよっか。酸素か。いや、ちょっと強気に E1 いこう。 E1 からいった。少しでも単位欲しかったね。いや、ダメだ、数値層がない、数値ピンもない。うん、ダメだね。パーマン、これはちょっと三層の方がまだマシか。やった、どう、耐えた。うい、うん、あ、いい層持ってんのかな、しもちゃが。そういうことだね。これはうわ、難しいね。パーマンってさ、うん、頭かな。難しいね。耐えている。そう、打ったらもう終わるもんね。うん、うん、いや、これどうしよう。パーマン1枚押してテンパイ取る、竜曲テンパイ。パーマンってどうなの。あと街何が残って、てか9ピン取ってるね、気づいてなかった。9ピン取ってる。チュンは1枚バレ、1枚枯れのチン、もう手じまい。あ、違う、2枚枯れだ。あ、パーマンね、ほら、あ、パーマンやばいと思ったよ。ざわざわ。とりあえずラス回避。そうっすね、うん、3着耐えたね。パーマンよく耐えたでしょ、この展望状況で。耐えたね。もう、そう、本当ラス引かないっていうね。耐えた、危なかったの、パーマン。まあでもこの展開もどうせラスやったしね。そうだ ね、よく耐えましたよ。耐えて3着という結果でございました。はい、なんかありますか。いやいや、粘りました。粘りがちで。はい。はい。ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。See you next time! じゃねばい、じゃねばい。